ストライクドッキング、こんにちは、みほです。からさです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は限定キャラ出会いをやっていきたいと思います。いつぶり？久しぶりじゃない、だいぶ。1年ぐらいやってなくない？いや、半年以上って感じじゃない？意外とそう。年末にやってた、確か。あ、年末にやったのか、総まとめみたいな感じでね。そうそうそう。まあ、あ、そっか。じゃあ、1年に2回のイベントです。やっていきましょう。で、今回、アルセーヌから。ちょっと範囲広めにやりました。はい。まあなんか、それ以降のキャラはちょっとね、新しい進化形態が来てなかったりとか、まああともう来て、もう来ててもちょっと力足りてえなーってやつが、うん、新しい進化形態マシンみたいなやつが多かったのでアルセーヌからにした。はい。でも80体ぐらいいます。89体です、多分。89体、まあほぼ全って言っていいっていうくらい。めっちゃ時間かかります。はい。、はい、まあでもね、せっかくなんで限定キャラかなり多めで、はい、ティア表をつけていきたいと思います。で、今回いつもティア5でやってんだけどティア6にしました。さすがにちょっと数が多い、うん、っていう事情もあってティア6でなんとか収めていきたいなって個人的には思ってます。はい、じゃあやってみますか。もうキャラも多いんで、でこれ結構感覚でいきたいと思います。はいはい、はい、まあ細かいのはあるけどね。まあこれはさすがにティア1だろみたいな、うんうん、めっちゃ使うしみたいな、ここもハマってるしみたいな、いろいろ理由はあるんだけど、まあ結構感覚に近い感じで今回やっていきたいね。はい、まあてな感じでやっていきましょう。じゃあ始めていきます。多いな、数多いな。多いな、これ。アルセーヌ出てからこんなに限定キャラ進化したり実装されたりしてんの、えぐない？えぐい。だって100何体だもんね、全部が。確かやばい、100何体だ、110体ぐらいだから。今10体ぐらいかな。うん、やっぱやばいね。そう、体数だけで8割ぐらいだね、この3年で。おいおいおい、3年でなんかそんなにしちゃってんのか。まあまあそうなるか。はい、まあもうこれもうね、分かりやすいのはいるんで、もう分かりやすいのからいきますよ。ちょっと待って、これもう多すぎて、あれ難しい、やりにくい、やりづらいわ。はい、まあヤクモかなで、ちょ、こいつ、こいこいつ、ちょっと待って、これちょっとぐちゃぐちゃになるわ。乱移動大変だな。ルシファーはさすがに試合中いいんじゃないかな。うんうんうん。テーマはもらってないけどね、なんか使えるところ多すぎるよね。優勝強すぎて。あと、殴りも強いからさ。まあ、ルシファー役はもう同列扱いで俺はいいんじゃないかな。で、そいつらと同列っつったら、もうこいつでしょ。サポート界のティア1っつっていいでしょ。最強枠ね。最強枠。これもうルナは格じゃない？俺も入れる、絶対。これは入れるっしょ。絶対入れる。さすがに強い。うん。で、俺この3体がやっぱ頭抜けてんのよな。個人的には今の限定だからと。そうそうそう、そんなイメージ俺の中でね。で、まあいつもよりあと下から決めてっか、あんま使ってないな、印象悪いなってやつ。はいはいはい。うん、まあ、パッと今目に入ったやつ悪いね君。ごめんね、ごめんね。アポロ X、 アポロ X ちょっとさすがに最近はっていう感じはしてるけどね。で、ごめん、もう次に速攻目に入ったやついるわ。ああ、はいはい、はい、まあ進化待ち、あ、受信が買い待ちかなっていう感じはしてるな、個人的に。わー、まだちょっと目に入ったやつ。目に入ったやつ。あ、目に入ったやつ、痛い。月齢はまあちょっと、最近は目立ってないでしょ。まあそうね。まあ、情報修正もあったんだけどね。まああとこの辺もそうかな。まあ、一応重心化買い待ちなのかな。でも次、重心化買いするって言ってもさ、3月か5月だもんね。来年の。まあそうだね、オリトラ来てる時だから、まあ、だいぶ難しいかなっていう感じ。やっぱね、チンギさんはさすがにティア1かな、これ。ティア1、これもうチンギさんだもん。だって、いや、チンギさんだからね、大好きだもんね。まあさすがにティア1でしょ。ドキラ言えるだよ、さすがにティア1。まあ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 、まあ後で調整するんで、ね、大丈夫ですよ。さあ後で調整するんで大丈夫です。まあ、なんでケアしてるかわかんないけど、俺チンギスさんってこんなに。うわぁ、やばい、こんなに迷ってると尺がとんでもない時間2時間ぐらいになっちまう、これ。やべ、なんか意外となんかやっぱティア6って言われても難しいな。まあコウとか最近使わないんじゃないかな。ああ、そこ入んならクレパトとかもそうなんじゃない。ね、クレパトね、ちょっと強い感だけは醸し出してるね。そうね、うん、まあ、醸し出しはしてる。
まあでも最近だとあんま使わないしきついよなっていう、もうこれジャイムとかも俺個人的にはそうかな、うん、持ってるものはいいけどね、ワンパンまで狙えるからね、そうね、1個あげるかもしれんな、もしかしたら、うん、なんかアベルとかも最近使ってないね、あ確かにあんま使わないな、アベル、あんま使わない、一応未開で活躍の王将くんもいるけどね、うんうん、なんかそもそものスペックが足りてない感が強いかな個人的には。あと目立つ目、俺と目やったやつ、今俺と目やったやつはテヤロク入れられるからな、まあ木管は案外使うんか、おいおいマジかまあまあ6にはいないかな、いやムクロちょっと最近毒のやつも増えてきたしね、うん、なんか毒のために入れてた感がムクロ強いんだよな、何って言われてたの、小町との合わせか、そうだね、ニコイチだね、小町だよね、うん、裏のどっかで、そう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 、裏17とかかな、そこで使ってた感はあるけど、まあちょっと厳しいかな、そろそろみたいな。ランスロー X を見返り使うけどな、その辺そこ入んなら、まあしょうがないんじゃない、ビナーとか、もうしょうがないよね、ビナーとかどう、いやビナー地味に強いんだよな、地味強いと思うけど、まあその辺も入ってるから、まあ、ありじゃあ、ありまあ5か、じゃあやれ、少々五右衛門、ああまあちょっとね時間経ちすぎたな、時間経ちすぎたな、いやーむずいな、やっぱねこれね456らへんは難しくなってくると思う、まあ6は簡単かな、345あと45かな、特にそうです、なかなか差別化がむずいライン、うん、見てこのメンツにチニッスさん一番上のいいの面白くね、終わってるよこいつの評価は一切信用できなくなるよ、うんうん、はい、まあ、ちょっと2がつけやすいかもね意外と、まあ次そうだね2って読むよ、ネオ強えわ、うんうんうん、2候補はまあそこそこいるんじゃない、いやね、言いますよ、はい、キリンジ、キリンジ6は終わってる、キリンジかな、キリンジやっぱね、強えわ、ちょ、ビナいじっちゃった、ビナいじっちゃったあー、サトリ、サトリね、まあその辺は入ってくるよね、じゃやっぱ天満組結構入れたい感は出てきてるね、ここら辺だと強いにゃ、さすがに鬼マル、鬼マルここでいいのかな、お、ティアリか、まあ、なんか汎用的に使えるって言われるとなんかこのラインのやつは違う気がする、ティアさんぐらいな気がするね、まあちょっと強いけどね、やっぱテーマ適性増えてきたとこもあるよね、そうそう、替えが効いてるっていうのは出てきたかな、待て、お前はここだ、じゃ一旦ね、一旦ね調整するから、あと代表的なキャラ、まあ、天まで行くんならメモリーとか、いや、いたわ、メモリー忘れてた、メモリーどこだ、ちょ、多すぎて一番ケツ、あ、いたいたいた、いや、メモリーは強いよ、何かと偉いんだよな、メモリー、じゃあファウストもそうかな、あ、確かにそうだね、うん、この辺は結構強いなっていうイメージありますね、激流強っ激流強いな強いよこれ、うん、まあさすがだよね、うんうん、アマクサとかもまあこの辺にはいていいと思う、強いから、そうね、ソロモンも上がるか、お、まあ、天草入れんならわだつみもみたいな話出てこない、ちょっと違う、まあ、一旦ね一旦ね、いや、ありだと思うよ、全然、これ結構アナスタシアの使いやすさ評価してるんだけど、あ、評価高いね、今田ティアさん、いや、なんかさ、何かと便利なんだよな、こいつ、え、こいつが4ってなんか感も出てきてるけどね、いや、スピード型なのがいいよなこいつ、うんうん、でバランスに負けない殴り感してるから、まあ、この辺りでもいいかもな、でも、うん、まあ一旦だからいいんじゃない、まあ一旦ね、正気はどうすか、悟りの存在で、まあでもこの辺にはいてるんじゃないか、うんうんうん、シュレディンガーおにゃんこ、うん、いや、火属性結構余ってるか、水とちょっと消化するか、消化するか、いや、ミカエルちょっと目立つな、最近、いいね、いいね、ミカエル強いな、てか深淵使ってるからさ、もうここでもいいかもね、
いや下手したら俺は全然ありだと思う。全然ありだよね、うん、ミカエル強えよな。ミカエルちょっと2にしよう。だって現状俺ちょっとミカエルいないと嫌だもん、深淵やるの。うんうん、まあ、ちょっと友情的な落ち目を感じて構える子目にするか。はいはい、あ、むずいむずいねこれむずいわ。ミューズ忘れてた。ミューズはっていう、やばい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 、ミューズマジ。じゃあミューズってさ、深淵も使えて天魔も使えて、あと爆発の誘発師もクソ優秀だからさ。そう、なんなら豪絶も使えるんで。あ、豪絶もじゃん、うん、最強じゃん。え、いやワンチャンあるんじゃん。全然なんかさ、やってることはなんかここに入るレベルだよね。そう、やってることはマジチンギさん邪魔だな分かんなくなるわまあ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 、え、ミューズ強いね。うん、あり。1に置いとくか。やってること仕事量は半端ないよね。うんうん、まあ、深淵で言うともうここら辺も入れていいのかな。だったにゃ、あー強いもんね。うん、強い。シャルルはなんかスペックはあるけどみたいな感じでね。そうね、まあ、最近のでじゃあキルイワとかはどう。必要なところがないよね、強いけど。あ、はいはい、適正の問題ね。必要なところはないっていうイメージだね、強いけど。うんうん、だからまあサポートだしね、良くも悪くも。そうね、あーこれ難しいね。これブラクシャ刺さってる。もうシュレディンガーとかこの辺にするか。あー、いい感じかもね。でブラクシャちょっと強すぎるんだよねこいつ。いや本当に超強いからね。うん、まああとはね、相変わらずのキンキとかね。うん、30でね、強いっすね。アムリタちゃん強いけど使わなすぎてここな気がしてるな。うんうんうん、持ってるものはね、いいんだけど1個あげてもいいかもね。そうね、うん、まあちょっと目あったわこいつちょっと目あった。この辺もちょっと目あったな。西洋棒、まあ西洋棒静止ちゃんはちょっと今のところ出番が少ないかなっていう感じはしちゃうね。ラミエルちゃんもそうかな。ラミエルは確かにちょっときついな。なんか、うん、超きつい。超マインだったら頑張れるかもっていう感じだよね。まあ元々言われてたところだよね。やっぱ今時代も追いついてなんか周りが強くなっちゃって、さらになんか引き目を感じてるっつうか。これ適性奪われた子ね、かわいそうな。で奪われてるけどいけるんだよ全然。まあ俺にいてもいいかもね。うん、強い。あー強いわ全然。千早さんいきますか。ここかな、湯強いよね。まあね、うん、死ねでも使えるしね。なんか期間限定とかでも結構使ったイメージある今年は。ああそうだね、なんか重力がなんか多いのかね。うん、千早強いわ。モーセそろそろ感。あー強いんだけどな。そうだね、そろそろ時間が経ちすぎた。ちょっと上が強すぎるっていう感じね。ポラリスも結構これさ出た時期が良くなかったな。まあそうだね、それはあるで。うわー今の限定環境ちょっと過酷すぎやしな、しませんか。ポラリス TR6 だもんな。俺それは6はやりすぎか俺の中で同時期に強いよね。同時期に強い。使うとこ、ね、使うとこって言われたら困るけど、まあ、アビニベーシャーとかね。アビニベーシャーオンリーみたいな感じだよね。そうしたらもうカルニベオンリーだよね。そう、まあそうなるね。カルニベオンリーのエンジェリー・ディーバーみたいな。2階でちょいちょい活躍してまーす、マホロバ。でも、マホロバ強いけどな。いや、強いよね。うん。まあ、頑張れば、あれだしね。ハービセルまであるからね。もうちょい上げてもいいかもね。感覚ではここにもいてもおかしくないと思うけど、ね、スペックだけ考えたら俺もその辺にいてもおかしくない。ね、これもおかしくないね。まあ、ワルプルは3ぐらいでしょうね。ああ、いい、ちょうどいい。まあ、ショートがここならここでいいだろう、うん、っていう感じはあるけど。はい、カルニベオンリー。カルニベオンリー。カルニベオンリーってちょっと悲しいね。そうだな。2回オンリーちゃん。天満一のマソ評価、この辺にしとくか。はいはいはい。なんかちょっと境ちょっとね、時代に追い抜かれた感。適性は増えすぎたね、やっぱそこは。そう、まあでも強いよね、スペックはあるっていう感じ、うん、いいじゃんこれ。こいつここら辺かな今。はいはい、友情環境上がっちゃったね。まあそうだよね。あ、強いけど大将ツタンは結構汎用的に使ってるイメージだな。俺ねそこそこ使う、天魔でも使うしな俺は。ああ、天魔に適性もあるからもうちょい上げてもいいか。これにいてもいいかもね、ツタン、うんうん。
ことね。まあダウト一応いけるよってこと感じ。そこはダウトちゃんじゃない。まあ一強レベルだよね、ほんと強い強いよね。でもダウト以外ではあんま活躍してないかな。なんか控えとかでは活躍したけど、うんうん、っていうイメージだな。ザドキ最近使ってる？俺本当に使わなくなった。本当に使わなくなったよね。さすがに使わなかった。ゾロ出て以降俺使ってないんだけど。うん、そうだね。おそらくなんか世代交代がちゃんとしたって感じがする。ザドキはもうこの辺にもリュウホいてもいいのかな。強いけど、でもチンギスさんの相方なんで。なら1にいるべきだと思う。まあ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 、まあ、いやメンツやばすぎる。アンドロメダはちょっとやっぱり個性出してる感はあるね。うんうんうん。やっぱりいまだにあそこのラインでね、近畿30ラインでね。そうだね。特別なもんあるんじゃないかな。アリス迷うね、まあ、5回を6だと思うけど5にしとっか。うん、持ってるものはいい。コネクソなんですよね。そこが一番の問題ね。まあ、一応天魔なのもいけるラインでちょっとここら辺にとくか。あ、この辺でもいいかな。ピリカマサと同じ評価ぐらいなんじゃない。なんか長月でも使えるしね。奪われた同士、奪われた、ここ天魔奪われた倉庫になってるけど、ね、TI4 は奪われた倉庫。あ、じゃあもう奪われた倉庫じゃん。あいいじゃん。あ、これ奪われた倉庫ガサル。はい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 、わかりやす。まあ、ジャックはで、ね、スペクタ高いけどね、うん、この辺でもいいと思うけどね。ジャックはそうだね、いまだに近畿の適性奪われた、まあ、スペックは高いじゃん、うん、サンダルフォンってやっぱ3ターン持続でやっぱ2倍 SS。 いやそういう意味なら3巡継続か。あれやね、シュレリンガーと同じ列なのか感もあるけど、まあまあまあって感じか。確かに30で30で比べるとね。だからシュレリンガーを上げてもいいかも。ああなるほどなるほど。シュレリンガーちょっとなんか村駆者一強感もあるじゃん。うん、あるね、確かにそれは。うん、村駆者俺結構難しいなと思ってて、村駆者一強で、まあ、30でも最適ならまあここかなって感じか。まあティアさんにいてもいいかもね。うん、で一個下サンダルフォン丸いかもね。じゃこれ同じじゃん。同じじゃん。おにゃんこぽんは同じや完全に。デビパンの地味な強さここじゃな、ね、い前もっと評価高かったからまあ、まあ、天魔獣いけたからね。そうだよね、まあ、1枠で、まあ、でもこの辺にいるかなっていう感じ。はい。まあ最近あの適正もらってるんですけどね、なんだっけ、継続性のバグですね、活動、うんうん、何でしたっけ、パライソ、パライソ、パライソ、はいはいはい、まあまあ妥当だと、まあ、バイロン強いけどね、2には届かないかなっていうイメージはしてる。うん、尖りすぎてる。でこいつまああれだね、一応弱くはないから適正もらえたら上がるかもね。ここにいてもいいかも、ね、とかでここにいてもいいな、うん、不足は。で2回いけるキャラ、風雷。いや風雷迷うな。でもぶっちゃけ風雷2回以外で使ってない、うん、使う場所って言ったら結構限られるね。強いんだけどな風雷。いいよね、うん、好きだし俺も。だから上位の友情も出ちゃってるともうあれだよね、ツインインボっていう。確かに確かに。これさ、オーデットは結構価値上げたんじゃない。最近深淵もあるしティア3この辺り結構妥当だよね。そうだね、ここある、最適なら。だからミカエルと同じぐらいって見るんならそこでもいい。最適ならここでもありだよね、うん、今最適だもんね言うて。そうね、うん、うんうんうん、まあ未開のやつみたいな。すごいわかる。感ドラミオン今ここなのかな、うん、使うところがちょっとないかな。ビナーもちょっとやっぱ使うところかこうなっちゃうと。まあ周り見たらしょうがないよね、ティア6のジェスマルは地味に超級曲とかもらってるからこの辺かな。いけるのが多いんだよな。まあ豪絶結構処してるからね、うん、そう思うとこっちでもいいのかな。まあただ一番強いじゃなくなってきてるから、いけ前とちょっと変わってるんだな。なんかこいつが殴りでやってたところなんかルシファーで優勝で終わってたりするんだよね。そうそうそう、なんかちょっとジュズマルはなんか不遇だよな。不遇だね。バサラさすがにこの辺かな今の環境だと。しょうがない。ちょっとこいつはね期待な感じですね。うん、俺結構評価難しいキャラいますよ。いやラプラスか、尖りの尖りで今使うところがどうかって話じゃ。
弱くはないんだけどね。弱くはないけどね、もうほんと重力張ってるステージなんで、うんうん、この辺になっちゃうかなっていう感じがしてます。アルスランはプレデビ適正ですね。まあでも8かなあと。うーん、8も一応ね対応してないけどね。全部妥当じゃないか、まあ、この辺な気がするね今。うん、王星くんはここでしょ。王星くんはそうかな、うん、あ、一応未開で使える今。アビス、アビス、アビスもこの辺じゃない。うん、俺もその辺だと思う。でもゴーデッツ結構終わらせるところあるからね。クシャンティとか、うん、マジ強いです。いや、ホームズも迷うなこいつ。なんかコラボ来たら活躍する感がけどね、さすがに今年あんま使ってない。今年使ってないね、やっぱり対策されてる感が。うん、スペックはあるけどっていう感じだね。涙未開、未開リラ、リラは言うて豪絶がベジテパラあったから。ベジね、ベジさんこの辺か。うん、ベジあったからやっと来たね。こいつ遅咲きだよな、かなりかなり時間かかったね。うん、ちょくちょく扱っていたんだけどね。そうだね、エビスは最近評価高いよ。天馬はこの辺にまで行ってもいいんじゃない。うん、いいと思う俺。うん、やっぱコピー枠で使うよね。うん、これ難しいっすね。いや4、いやさすがに使ってないな、ここかな、うん、個人的には背徳俺使ったけど今ここじゃないかな。おお、使うとこないよね今。なんかやっぱ毒で出番がちょくちょくあるイメージはある。うん、だけど毒キャラも増えてるしさ。まあそうね。うん、そうだよね。俺はだってナイルタレ使ったよ、だって。うん、ヒミコこれ未開だね。未開でも使う場面はまああるか。モデリジャーチョもまだ未だにいけるしね。うん、そうだね、この辺もいいかも。小町ガチ使ってね。6か、俺はガチ使ってない。でもこいつらと同じ、まあいいか。ちょっと出番がないかな。そうだね、かもしちゃってるけど、一応超究極ではありますけどね。うん、超究極いけないのか。一応あっちの貫通の語彙力高い方、バランスのどっちもバランスか。アルセーヌ未開なんですよね。ほうほうほう、一応いける。まあ、あんま使ってないかな最近は。まあそりゃしょうがないね。うん、時代の流れだと思い、だってこのキャラたちの中で一番古いんだから。そっか、そうだね。うん、メタトロン、メタトロンもねスペックあるし固定ダメージもあるんだけど、最近は使えてないかなってイメージかな。使うとこないかな。うんうんうん、6かなってことは一旦埋めましたけども。一旦埋めましたけども、まあ、ちょっと調整みたいなのかけますか。じゃ あそうですね、ちょっと順番並び替えたりしますか。はい、一旦整理しました。属性順にして、さあこれちょっとこうやって客観的に見ていきますか。まあそうですね、はい、軽く。うん、そうですね、ティアワンがおかしいかな。うん、まずティアワンがおかしい。ティアンがおかしいですね。ティアに結構まとまってる気がするけどな。まあ確かにそうだね。まあオーデンターゲスギカってあるけど、深淵で一番強いレベルもらってるからね、結構価値高いと思うし、なんかやめもう回りやすいっちゃ回りやすいもんね。そうね、うん、価値高いと思うわ。最近だったら3のやつから2に上がるやついるかもね、もしかしたら。下げるやつはいないかな。じゃ俺の中の気持ちだと、うん、悟り1レベルだな、俺は。あー9のぶっ壊し具合やばいからね。本当に衝撃で、あ、これ本当にティア1レベルだって思ったんだよね。本当に簡単だもんね。そう、9ぶっ壊しのぶっ壊し、壊し方がね、異様な壊し方で。あとさ、友情強いからさ、全然他にも使っていけるんだよね。全然使える、あれは。確かにさ、ドリーチでもいい。つかもう一個の携帯はちょっと未来寄りだけど、全然ありそうだし、ね、強いし、貫通カメドンだもんね。そう、まあ俺の気持ちだとねって話ね。いや結構ありよりよ、うん、俺ってそれけど、まあティアニでも分かる。
やっぱちょっと適性がまだ確かに少ない、ね、か位置がやっぱ抜けてるんだよね。そうなんだよね、抜けすぎてる、うんうんうん、一人の覗いていやミューズがあと1なのかって言うけど、なんか声に出してさ適正言っていくと、なんかミューズ1でもよくねっていう感じが出てくるんだよね。やっぱ影響力強い、なんだろうね、そう影響、なんかもう適正もらいすぎてるよね、うんうん、なんかこんなに複数もらうかっていう感じ。深淵、ね、深淵天魔、豪雪、そう、え最近来たやつに全部ハマってるじゃんって。全部掴むよミューズは。なっちゃうと1でもいいのかな。でもさ素のスペックの評価でいくとさすがにそのルシファーとかさヤクモと比べてちゃうとなんかちょっと違うかなっていう感じがするよね。まああくまでなんか適正の評価って感じはするよね。そうスペックというよりは適正の評価じゃんミューズって、その素の強さの評価じゃなくて、俺ミューズ2でもいいかなと思っちゃうんだよね。なるほどね。まあでもミューズが1ならば悟りは上げるべきだね。あ適正じゃあスペックでは、ね、そうそうそうそ う, そ う, そうスペックではなんか悟りの方がなんか高い気がしてる。うんうんうん、まあどっち派って感じですね。そうどっち派って、これがもう感覚でいくしかないとは思ってんだけど、適正を重視するんだったらこれでもいいと思うわ、うんうん、いや迷うわそれ、いっちゃん迷うわ。とりあえず腰下げてあ一旦ちょっと見やすくしようか一旦見やすくしようかこれちょっと真面目、はい、ちょっと真面目にね一旦下げといて、うん、まあ俺キリンジも結構評価高いけどね、その悟りの評価しちゃうから。いや俺もそう、うん、なんかキリンジ、悟り、ミューズ1でもなんか、まあ、まあまあまあおかしくはないのかな。まあ一応なんかこうやってなんか強さ順にするとなんかこんな感じにはなるんだけど、でなんかここになんか間があって、はい、まあこんな感じだよね。ティア1の幅の話だよね。そうそう幅の話ティア1の幅をどこまでを許容するかみたいな。そう、まあ、ここね、うん、これでもいいしさっきのでもいいしな感じはする、ね、そう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 。だって別にこれメモリー入っても感は合っちゃうけどねこれ、まあまあまあ、このラインいっちゃうと、まあ、確かに確かに。てかメモリーと悟りキリンジの差って何、やっぱ普段使いの幸せだよね。そうだと思う。やっぱもう一形態がやっぱ使いにくすぎる感はある、まあ、殴り特化だからね、うん、汎用的に使うっていうとそんな感じでもないけど、でもなんかスペックだけ見たら弱くないんだけどもちろんね、やっぱり殴り力が渾身のせいでおかしいっていうのも、でそれのせいでいろいろ連れてきちゃうのもあるじゃん。あるね。そうで対してこっちは友情、いや友情プラス殴りなんだよなこっちは。そうだね。メモリーはさすがに1段階落ちるかそう考えると、なんか天魔特化しすぎてる感ある他その2人キャラ。そうそうだよね、特化特化だよね。もっと汎用性に使えるよねキリンジとサドリは。おそらく、うん、いやこれは試合1の幅の問題ですね。まあ、本当確率的なティア1にしたいなら落としてもいいな。もうティア1の価値をかなり高めるんだったらこうよ完全に、うんうんうん、完全にこうだと思う。間違いなくやっぱこの3体は抜けてるから今のモンストでは。まあいいんじゃない、宮坊君のしっくりくる方で。まあ一部のパフォーマンス入れたらもうこれでもいいと思うけど、まあまあちょっとおかしいところあるから。こいつはちょっと未だに、そう未だにやっぱ友情総火力に関しては多分ナンバーワン、モンスト1そう感はあるから。でなんか SS の倍率も多分1番、まあ、ヤクモと同じレベル。そうだね、並んで同レベル。使いやすさでヤクモになっちゃってるけど、まあ ね、これが丸いんじゃないかな。オッケー、じゃあこれでいこうか。これはかなり丸いと思う、うんうんうん、丸い。はい、じゃあもう2もこれとりあえず落ちることはないかな。だからあこのメンツは落ちないんじゃない。このメンツは落ちることないね。3に落ちることはないと思う。まあ深淵の評価っていう意味で落ちるそうなのが2キャラって感じで、まあ、ミカミカ、オーデンター、ミカオデタもこの辺にでもいいんじゃない今、勝ち高いんじゃない、うん、まあ普通に使っても強いしね。そうね、俺はこの辺は、うん、よし、1、2は決まった。1、2はもう書くでしょ、OK、書く書く。こっから上がるかどうかって感じで、まあ、誰々も強いけどね。まあね、深淵評価をどこまで入れるかって感じ。それなら誰々に上げてもいいかもね。それなら誰々に上げるべきだよね、うんうん、ぶっちゃけそういう評価の仕方してんだったら別に劣ってる部分ないもん。確かに。でも火の印象が悪すぎる深淵の。クッソ印象が悪いっていう。クッソ印象悪い。コネクトの衝撃は誰かには4が一番強いんだよ、うんうん、個人的にはね。いやーその評価入れていいのかな。単純に俺は普段使いもしづらい。適正だけの評価ならそこだけど、スペックなら1なんかはどうと思うよ。ピアニのキャラ。いや俺もそう、スペックだとね、うん、いや3にしようか。いやー3にはいるね間違いなく、うん、
で適正な話しちゃうとシャルルマリはあんまもらってないなってイメージで下げてもいいかなと思ってる。なるほど、今のところね。別にシャタモアンチャとか楽になるけど、いなくても全然いいよね。まあそうだね、うん、困るとこがあんまないかな。シャルルシャルル4に下げようかな。これからの期待キャラっていう感じがするわ今のところ、うん、でバービー、バービーはいいでしょ、この辺いるでしょうね。必ず質も必要じゃないけど、あったらいい感じのスパイスになってくれるよね。そうだね、うん、コピーだし、もうシュレディンガーとバービーはいいね、イコール評価っていうのがなんか丸いわ、なんかそんな感じ。うん、正気結構怪しいけどな俺結構呼んでも、もう結構天魔落ちキャラ悟りのせいでなんか入ってもおかしくない感じはある悟りのせいで天魔落ちしてちょっと落ちてる感あるよね。うんうん、3には天魔以外でガチで使わないから。そうで正気はやっぱその席をちょっと脅かされてるならちょっと評価下げてもいいもんね。脅かされすぎたよね。うん、うん、いや4にしよっか。正気はちょっと勝ち落ちた感がある、うんうん、で鬼丸は相変わらずじゃん。そうね、煉獄とか出てきたけど相変わらず楽だから評価落としてない。落ちたキャラよりは高いってことよ。そう、天魔落ちしてないこいつは。はいはい、なんなら現役。うん、でまあ未開で、未開じゃない、近畿での聖徳太子ワルプルだよね。ここは同列にいていいと思うんだよね。うんうん、価値は一緒と思う。うん、まあスペック評価もエリでティア3にいてもいいんじゃないかな。エビスもそうだね、コピーとして言うよ。で天魔一倍一応か、まあ、簡単めの天魔だから若干落としてるかなって感じで、アナスタシア高すぎるかな。俺個人的には好きなんで、あと使ってるっていう理由でこの辺に置いてるっていう感じだね。アナスタシアはアナスタシアじゃなくてもいいのがちょっと問題があるよね。ぶっちゃけいい、離れコグニでいい、いや便利なんだけどそう、お前が言ったように便利なんだけどね。とかね、爆発だけで使うんだったらね。そうそうそう、うん、まあ、ユージョアップも買えるしね。まあ今は結構下げてもいいかもね。アナスタシアはいてもいなくても感あるか。うんうん、まあ、神殿つってもね、血が奪われてる感あって、うん、あれだしね。そうね、アナスタシア下げるわ。感情型だったかもしれない、はい、うん、ツタンカーメンはまあ天魔にでも使えるし、いまだに、うん、まあ、ミューズという上がいるけどね。まあそうね、うん、まあまあ同列ぐらいに評価してる人も多いでしょうね。ここは俺はミューズ結構好きだから。俺はツタン派。まああともう一形態もさ、明るさはツタン派。あ、俺天魔ツタン派だ。天魔ツタン派、うん、俺ここ結構派閥あると思ってる。派閥あるいや殴り強いんだもん本当に。いやいや、まあ、まあ強い強い強い、マジで強い。魔法陣のストレスぐらいだよね。そうそうそう、うん、でも魔法陣状態でも強いから派閥があるぐらいならここでいいんじゃない。いや、ここでいいね。つまり評価高いってことだから、ね、うん、まあコピー方位もあるしね。そう、マホロバどうよ、マホロバ。これ無事マホロバ天魔に行けそうで行きづらい。行けるけどね、行けるけど、なんかもうちょいやっと要素あるみたいな。そう、もうちょっとなんだよなみたいな。でも友情強いよねこれ。そう、うん、殴りスペックもいいし、まああのハービセルも一応適正、うん、っていう感じ。まあ3ぐらいにいていいかな。そうね、天魔もまあ手出せて、うん、ハービセルもいける。まあスペックの話をするならやっぱ高水準だもんね。友情も殴りも強いっていう。そうだね、高水準マジで。攻撃のくせにいいんじゃない。天魔す、あ、ティアさんも高齢じゃない。はいはい、結構丸くない。まあそうね、うん、じゃあティア4見るか。じゃあティア4パッと見るよ。じゃあこのメンツパッと見でもう超使うっつったら使わないんだよな今俺はね。うんうんうん、うん、俺はですけど、アルスランとかもプレデビューとか出てきてない人はいまだに、まあ、使うんだけど。そうだね、まあこんなもんかな。だけどスペックで言えばやっぱシャルルとキルは最近だし結構強いとは思うけどね。スペックは強いね。うん、シャルルキルユは、うん、最近だし、まあ正気とかもそうか、まあ、ペリカも強いね、いまだに。そう、もらってないっていう感じだな、そこら辺は。もらってなさすぎるって感じだね。うん、もらってないから、ここもらったらもうこうなる可能性もある。いや全然あるね、全然あるよね、うん、こいつに関してはもらってない現状評価だとこの辺かなっていう感じだよね、悪く。うん、いや、アルスランはね、ぶっちゃけ1個上げるか迷うレベルだね。アルスランはいける幅がかなり広いんで。かなり広い。やっぱオランチ持っちゃってるのが偉いよね。うん、適正の話すんならかなり高いから、ね、
アルスランあげるか。こいつだけなんかちょっと異端な気がするけど、うんうんうん、頑張れば天満もいけるしね、プレデビもいける、ね、まあ一強レベルだもんね、ぶっちゃけ。まあエースとかいるけど、うん、まあそうだね、全然並んでるレベルだからあげるわアルスランは、うん、でこれでパワーと見てって、まあアビスをあげるかどうかかと。アビスね、まあとりあえず光の小説は滅ぼしてんだよ相変わらず。大体いけますって感じの。でも闇でいっちゃうとなんかね、こいつがこいつが終わらしてる感もあるよね。今まあ友情で全部いけますよみたいな顔してるからね、いける顔してるんだよね。そうだから若干だから役割を奪われたアビスに関しては。でまあ天満いけるかって言われると、まあ、こいつも天満いけるかって言われるとそうでもないんだけどね。まあね、その他の役割がその天満適正以上のものがあるからね。まあ普段使いがもうほんと神っちゃってるから、だから神殿キャラを評価してると同じような理由だよね。まあそうね、ルシファーに関しては。まあでもアビスもここに挙げてもなんか別に不思議ではないか気もするけど、まあ個人的にはここかな。了解。ああもっともらってほしいな感はあるけどね。一応もう一個の携帯もらったよね。ああそうだね、もらったじゃん。もらった。まあでもだからほらこいつなんだよ。だからそれはそうなんだよね。問題が、まあ、でもなんかそこをなんか想定評価しすぎるのもおかしいか。この辺にいてもおかしくないかな。光棒です4個いけんのか。えぐいよね。か、うん、まあそれは評価してあげるべきじゃない。じゃあかわいそう、かわいそう。そんだけ頑張ってんなら。なんかアビスって印象悪いんだよ、うん、俺の中で。なんだろう、あの噛み合わせが悪いからこいつなんか、はいはい、中身の。うん、わかるわかるよ。はい、まあだけどまあ、アルスラーゲンならここでいいんじゃない。まあ確かにアルスラーゲンならここでいいな。オッケー、3も、なんかおかしそうなやつは、まあリラベジテパラっていう感じだね。そうだね、そこだけの評価でここまで来た。ここベジテパラだけ。ここら辺とかだってさ、近畿いけたりとかさ、ね、超究極いけたりとか、うん、まあ、あとは天魔の3番手とか2番手やな、うん、そう、天魔いけます、天魔いけます、天魔いけます。こいつ未開だけどね。未開でマジ強いんだよな、こいつ、まあ、スペックもあるか、両形態あるし、うんうん、うん、渦丸超究極、こいつどこ刺さってる。天魔10、天魔10一応いけるか。天魔5落ち、天魔10、天魔7落ち、まあこれ近畿ベジーまあまあまあ違うか違うかなんか違うかなんか違うかなんかここな気がしてきたね。ああリラに関しては、うん、いいんじゃない。 OK、 じゃあティアゴ行こうか。ティアゴ2階どこ、超究極、カルニベ、アビニ、アルニベ、2階、一応天魔7落ちなの。いや、俺は天魔7落ちとは言えんと思うけどな。天魔7使え、なんか使いづらかったよな。うーん、ダウトでしょ。そうね、2階、ベージー、うん、2階か、今だったら2階だね。ラウドラか。あ、まあゴールです。ラウドラではまあ確かに。ラウドラ。SS 最強。最強だよね。ラウドラ。サーラさ。サーラさ。大丈夫かこれ。これ大丈夫かな。ちょっと怪しいね。あとラルガメンテな、ちょっと爆説みたいな。うんうん、超究極やつ。こいつはでもスペック評価していいと思うわ。まあ本当に殴りは本当強い。だからスペックだけで言ったらもっとこっちに行ってもいい。うん。レベルだよね。そうだね、ただ常設クエストはあまりにも使わないから。あまりにもだね。ジョーカーだよねマジで。ジョーカーね、うん、俺もジョーカーなんだよ。なんか1個適正もらってるから、それ以上は使わないかな、うん、っていう感じ。まあ、使うんだったら卑弥呼かな。意外と未開も使って、なんかちょいちょい近畿28も使えて、さっき複数使えるっていうイメージだな。まあ、まあ、こいつら別に使おうと思えば複数使えるんだけど、まあもちろんそうなんだよね、うん、じゃあ6から上がるやつ見ていくか。6から上がるやつはね、もしかしたらいるかもしれん。うーん、大
体感いないけど体感はねいるかもだから。確定枠はあのまあこの辺とかで、まあ、ほとんどだろう、ね。だから王将くんとかをその見返り評価するんだったら上げていいと思う。あそこの45は適性が少ないから、ワンチャン座席上げるのがいいか。これワンチャンあるか。でも俺はマジで座席使ってないんだよね。だからマジで座席使ってない。俺は俺スペックはあると思う。的にはないけどな。そうスペックはあるけどマジで使ってねえってやつだよね。まあどいつもそうなんだけどさ基本的に。うん、完全にスペックないやつもいいよ中には。まあそうだ。でもちょいちょいやっぱスペックあるやつも6には紛れてるから。別にバサラとかもスペックはあると思うし。確かに。ちょいちょいいるんだけどアムリターもそうだし、まあモーセもそうだし、まあザドキとか代表的だよね。そう。ワンポイント使えちゃうとスピードアップもあるし。まあスピードアップあるからな。いやごめんザドキあげるわ。はい。チンギスさんいる方がなんか違和感だわ。まあそれはもうプライドなのかところは思ってるから何も言わない。俺は楽勝で6なんだけど多分。未開でどうしてもね。未開、いや未開もあそこキャラ多いからな。キャラ多いからな。でも俺チンギさん俺結構激推ししてるから。そうなんだよね。うん。全然いいと思うよ。激推ししてるから。わあ、リュウコとかもスペックあるんだよな。もうチンギさん仲良しだから。ニコイチ一緒？ニコイチ一緒。わ、チンギスと一緒に頑張ってくれ。やべえ5と6マジむずいこれ。まあぶっちゃけなんか差をつけられるのむずいよな。えぶっちゃけ待ってちょっと極端な5、6の話していい？はい。5ってちゃんと5絶適性も入ってるんだね。そうね。うん。と考えるともうねこの辺はね落とすべき。もう5絶もう適性ないやつらは完全に、うん、もう完全落としていい。まあ、ザドキはまあいけるね、こうです言うて。いやだけどいや難しいなこの評価は。俺は一切使わんけどな。でもマジ一切使わん。こいつだろうかどこだろうか。いやザドキ一切使わんな。そこの区切りが難しいね、5、6は。ここの区切りがマジむずい。いやほんと一切使わんのよ俺は。これはもう印象のスペック評価でもいいと思うけどな、そこは。ここはもう感覚でいっか。実際ここに2、3ヶ月で使ったやつは5にしてるっていう感じかな。うんうんうん。この2、3ヶ月で使ってないやつは6にしてる。ホームズ使った？ホームズは使った。おお、いいね。うん。なんなら俺こいつは使ってる。いいね。こいつは使ってる。うん、まあ、なぜかっていうと見返りがあるからね。使ってる。それちょっとパライソで使ったなっていうのあるんだよね。おお、いいじゃん。パライソやっぱこいつキラモサ強いんだよね。うん。あ、でもソロ価格でいいかもね。いいと思うよ。うん。バサラ使ってない、ムクロ使ってない、アイトク使ってない、カマエル使ってない、シンノウ使ってない、コウ使ってない、ラミエル使ってない、アブリタ使ってない、モーセも使ってないね。竜王も最近使ってない、まあ、こいつは使ったね。だから2回があるから。はいはいはい。で強いねちゃんと。ザドキ使ってない、デトラビ使ってない、まあ、ポラリスも使ってない、ビナーも使ってない、アポロも使ってない、ゴエモン使ってない、うん、使ってない、アビラも使ってない。そうだね、使ってるね。使ったメンツは6王って感じ。ここ最近使ってないのは6にした。はい、俺の中で。ああ、じゃあこれ丸いかも。これだ。いい感じ。うん、いい感じになったかな。 OK、 決定しました。じゃあちょっと改めて決まったやつ見ていきますか。はい。まあ、ティア1はもうちょっとまごうことなき。でも若干迷ったね、2のやつをあげるかどうか判断基準が。うんうん。でも今この参考なんじゃないですか。参考よ。飛び抜けた3人。これ飛び抜けた3人でしょ今。今環境飛び抜けた3人、この3体だと思います。はい、それに続き8部会。
中華に非常に数が違うんですよっていう感じでこのティアリのやつら、うん、今価値高いんじゃないの、うんうん、ちゃんと周回コンテンツでも使えてスペックも高いやつ、ティアさんもこんな感じ、まあ比較的納得かな、うんうん、納得感ある、この1から3、4まで結構納得感あるな、4もまあ今活躍しない強キャラたちがひしめいてる、あとはなんか過去を無双してましたみたいな、はいはいはい、うん、感じのキャラたちですね。まあそしてティアゴに関してはまあ一部もらってるけどみたいな、うん、なんとなくミヤボーさんが使ったみたいな、まあちょいちょい出番はありますよみたいな限定キャラたちですね。で6に関してはもうほんと最近使ってないかな、うんうん、活躍の場面が少なくなっちゃってる限定キャラたちにしてます。やっぱ最近のキャラはさすがに強いな、まあ、最近のキャラ強いっすね、うん、うん、新実装された組は強いかなっていうイメージかな、ミューズ、キリンジ、サトリあたり、マジ劇中の平均値の高さね、やっぱ劇中強いんだよな、劇中強いね、でも鳥獣ヒートケットもいっちゃうね、抜けてんのは鳥獣かね、うん、かね、言うけどね、はい、まあこんな感じになったかな。属性源もね、刺さってしまえば結構上の方に来るけどね、だからルナがね、やっぱ異常なのが一番、刺さる刺さないですか、どこにでもいけるだからね、これはそういうキャラ珍しいよね、属性源、珍しい、はい、だからちょっと頭一つ抜けてるかなって感じあるけど、属性源は基本的にこんな感じになってるかな。オリトラ組はやっぱり平均的に評価低いね、なんかこう見ちゃうと、そうだね、なかなかもらえないというか、もらっても上が出ちゃうしね、なんかやっぱ劇中長寿に食われがちになっちゃうよね。そうだね、うん、まあ、プラスにここにコラボアルファが入ってきたらまた面白いことにはなりそうだけど、うん、確かに確かに、うん、まあそれが今の妄想の環境かなっていう感じがしてるはい、ってな感じで、まあ久々に限定キャラのティア表をつけていきました。楽しかったです。よかったです。はい、まあ、こんな多くのキャラをなかなかティアにすることないんで、うん、面白かったかな。はい、このティア表あの YouTube の概要欄の方にもありますので、皆さんもぜひ触って遊んでみてください。人それぞれやっぱ評価基準も違うと思うんで、かなり個性が出るかなと思います。強いキャラも増えてね。そうね、はい、ってな感じで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。